アフリカニュースの時間です。こんにちは。今日は5月の22日で、5月前半から中旬にあったニュースから3つピックアップしてお話ししたいと思います。今日の3つはサッカーの話とマイクロソフトの投資の話とセネガルのメロドラマの話になります。メロドラマでまずサッカーの話ですけど、ヨーロッパのサッカーリーグでアフリカ出身の選手が活躍していて、この間、ゴールデンブーツ賞、金の靴、上手い人に与える賞だと思うんですけど、それで本物のゴールドですかね。そのゴールデンブーツ賞が3人のアフリカ出身の選手に与えられましたよっていう話で、おめでたい話です。おめでとうでその3人は、ガボン出身でアーセナルで活躍してる、ちょっと名前が難しいんですけど、待ってください、ね、オーバメヤングさん多分ねとリバプールの、セネガル出身のマネさんと、エジプト出身のサラさんになります。でこれはゴールした得点がこう高い人に与えられる賞なんですけど、その最終戦の時にエジプトのサラさんが一人こうトップで彼が受賞するって思われてたんですけど、最終日にセネガルのマネさんが2ゴールを決めてこう同点そうそうね、オーバメヤングさんもその得点を決めて3人受賞みたいな形になったみたいで、多分その見てた人はハラハラしたんじゃないかな、それぞれのファンはハラハラしてたんじゃないかと思います。まあ、アフリカの選手かっこいい写真があるんですけど、まあ、我々アジア人はそのアジアのどこの国の人かっていうのは見たらパッと大体わかると思うんですけど、まあ、日本人かな、韓国の人かな、中国の人かな、アフリカの人については多分皆さん、まあ、アフリカの人っていうばっくりした印象だと思うんですけど、まあ、彼らの中では当然のごとく、まあ、あの辺の国の人、あの地域の人っていうのが見たら大体わかるみたいで、まあ、それが私も多少わかるようになりたいなと思って、まあ、練習をしておりますで例えばこの写真すごいいい写真だと思うんですけど、これはエジプトのサラさんとセネガルのマネさんですけど、言われてみるとすごい、ああエジプトの人っぽいな、セネガルの人っぽいなっていう感じで、ある程度特徴的な人なんじゃないかなというふうに思います。で今回私は、ガボンの方を初めて見たんですけど、こちらの方ですね。こちらの方が、ガボンの、オーバメヤングさん。ガボンの人こういう顔なんだってお勉強になりましたという話でした。で次が、マイクロソフトの投資ですね。マイクロソフトが1億ドルをアフリカに投資してますよ、する予定ですよっていう話です。ケニアとナイジェリアに、技術系の、まあ、開発センターをマイクロソフトが作りますよと。でそれで、まあ、予算1億ドル、日本円で100億ドルを投資しますと。で現地のアフリカのエンジニア もう100人ぐらい雇用して、まあ、現地の経済活性化もしたいよねっていうことをマイクロソフトがおっしゃっていまして、前からある会社だから Google とかそういう GAFA 系が強くなってきてどうなるかなと思ったんですけど、めっちゃ頑張ってて、ね、素晴らしいと思いますね。オフィスは使いづらいなと思うことはありますけどでもこの話を、Facebook にも投稿してたらコメントくれた人がいて、テック系なんで物流必要ないし日本だってセネガルに作ったらいいんじゃないのっていう、コメントをくれた人がいて、その通りだと思いまして、まあ、日本も投資しましょうと誰かお金のある方私行って働いてきますんで投資しましょう、投資お待ちしてますっていうお話でした。はい、で3つ目が、セネガルのドラマの話です。人気のドラマの話です。で割とその向こうのドラマってドロドロしてるらしくって、まあ、日本の昔だと昼ドラみたいな感じじゃないかなと思うんですけど、すごいドロドロのドラマがあって、で今その人気なのが、
日本語で言うと既婚男性の愛人っていう、もうなんかなかなかえぐいタイトルでして、でセネガルってあのイスラム教の国なんですけど、まあ、ドラマは結構ドロドロしてるみたいで、うん、書いてある内容を読むとヘビーな感じなんですけどで、このドラマは女性がこう何人か出てきて、その女性の視点で彼女たちのこう人生をこう描いていくっていう感じみたいなんですけど、本当に私もこれは口にするのがなかなか難しいので、皆さん文字で見てくださいねっていう感じなんですけど、ストレートなショッキングなセリフがあったりして、うん、なかなか口にするのは難しいなっていう、うん、そうね、そういうまあセリフがあったりして、まあ、人気みたいなんですね。あの向こうの人すごい色がカラフルで、あの洋服とかね、この写真も見せれたらと思うんだけど、なんか、まあ、なんかかっこいいのよね。かっこいい。あの制作者も女の人が多いみたいで、こう体のボリュームもいろいろで、まあ、そういう人たちもこう見せたいみたいな感じの多いよね。こういうドラマがあって人気みたいです。 YouTube にも上がってるみたいで、ただね日本語字幕が多分なくてないんじゃないかなと、うん、フランス語と向こうの現地語、オロフ語が多分混じってる感じの言葉で、なかなか難しそうなんですけど、まあ、なんとか日本語字幕をつけたいという薄い野望が先ほど湧きましたので一緒にやりたい方いたらやりましょうというお話でした。はい、以上です。はい、ありがとうございます。